地球観測センターというところに来ています。 JAXA JAXA の JAXA ですね。入ってみましょう。地球誕生物語で、人工衛星観測衛星燃料モモっていうのが一番最初に打ち上げられたんですかね。ルカ操縦レバーを持ってボタンを押してください。地球観測センターでは大切な地球を守るため日夜観測しておるんじゃよ。そこで
今日は君が今握っている操縦レバーは衛星の向きを変えるためのものじゃ。地球儀を見ながらレバーを上下に動かしてごらん。衛星の向きが変わって赤いポイントが動くのがわかるじゃろ。ここが衛星が今狙っている場所なんじゃよ。狙いのつけ方はわかったかな。まずわしが観測してほしい場所を知らせるぞ。それじゃあ早速ロケットを打ち上げて人工衛星を宇宙に送るのじゃ。ロケットの秒読みがゼロになると同時にボタンを押してくれ。うまく押さないとロケットは飛んでいかないぞ。それじゃあカウントダウンを始めるぞ。3、2、1、0。島々を観測するのじゃ。最初の目標はハワイじゃ。ハワイの場所がわからない人は右の地図を参考にしてくれ。場所の見当がついたらあとはよーく狙ってボタンを押すだけじゃ。それでは観測開始。ハワイ、ハワイ。次の写真を見てくれ。矢印のところが噴火の様子なんじゃよ。わかるかな。それじゃあ次の目標に行ってみよう。次の目標はスバル諸島の船淵島じゃ。船淵島の場所は右の地図を参考にしてくれ。場所の見当がついたらあとはよく狙ってボタンを押すだけじゃ。それでは観測開始。ドハンカー
日食べているものがもうすぐ食べられなくなるかもしれません。今住んでいる場所も住みにくくなった。今までかかったことのない病気にかかることもあるでしょう。それが地球温暖化問題です。世界はこれらに立ち向かうため2015年パリ協定を採択。さまざまな影響を及ぼす温室効果ガスの排出ゼロに向かって動き始めました。いぶきシリーズは温室効果ガスを宇宙から観測する人工衛星です。いぶきは宇宙から世界の水中から観測でき、国ごとの観測展示室はこんな感じでした。いや、たくさん見るものがあって時間がたっぷりないと全部見切れないですね。あと散策、外部の散策ができるということで行ってみたいと思います。虫が出るみたいなので、虫注意ということですね。
し。はい、これでどうやら一周したみたいですね。こちらは入れないようです。はい、まあちょっと時間がないんで今日は帰りたいと思いますけど、時間があればね結構暇つぶせるっていうか、そんな場所だと思うんで、まあまた何かの機会があったら来てもいいかなとは思ってます。